後期2600年奉祝全国、キリスト教信徒大会の祝祭参加を歌う1500人の聖歌隊、岡本俊明3月19日昭和52年10月21日は昭和時代に活躍した日本の音楽家。1929年、玉川学園教師、1940年、日本放送合唱団で式を5年取った後、1942年からは、 高和工業大学の音楽担当教員などを務めた。戦後は国立音楽大学の設立に携わるとともに文部省図書編集委員として音楽教科書、音楽学習の指導要領の作成に携わった。また日本キリスト教団賛美会委員としても活躍。多くの賛美歌を残す。父は組合協会を串岡本将来、教会において、 オルガンの音を聞きつつ育った。東京上京依頼士に至るまで、日本キリスト教団弓町本郷教会に所属し、オルガニスト、聖火隊指導者として活躍する傍ら、宗教音楽活動は、教会内にとどまらず東京 YMCA、合唱団の設立に携わり初代指揮者となった。ドイツ留学より帰国直後の成田伊蔵に指示した。国立音楽大学で長く、 教鞭を取った小山正三、フリーの指揮者として国内外で活動する岡本人志、玉川大学及び目白大学で教授を務めた高森義文、玉川学園、国立音楽大学で教鞭を取り岡本イズムを継承し続ける高波新一、玉川学園小学部の元音楽教諭で作曲家の小宮寺里氏は弟子。死である成田伊蔵の没後。 遺蔵の妻、文子は、岡本拓に身を寄せていた。明治大学、国立音楽大学で教授を務めた、国文学者、古関義夫と信仰が深く、岡本と古関のコンビで作られた歌も多い。年次ごと、ありがとうございます。